初めての人がいるからごめんね、若いのに気を使わせて。それおじいさんも20年じゃね、見てない、ごめんね、気を使わせて、ありがとうね。じゃあ行きますよ、ノート、行きますよ、このノート、このノート、皆様の目の前で一回転すると今のノート、そうです、そうです、そうです、もう一回行きますよ、もう一回行きますよ、さらにもう一回転すると今のノート、ありがとうございます。うわー、横の方々もうちょっと早く来たら、こういうのやったら見てないでしょ、見ます。はい、じゃあごゆっくりどうぞ。感じ悪いんですよね。はい、じゃあ見てない方がいらっしゃるんで、ちょっとだけやりまして、その大がかし、ありがとうございます。皆さん一緒にやりましょう。拍手一回、せーの、合わせましょう、せーの、せーの、せーの、股間口二回、せーの、もっと早く、箱が落ちますから早く、せーの、せーの、その指で3回、せーのって言ったらやりますよ。サイン牛だ。3回、あれどこまでやった、3回、2回、じゃあ次3回、3回、じゃあ3回、せーのと言ったらいきますよ。せーの、もう一つ、以前幸せ家族計画というテレビでやってた技、くっついても3個だけで自分が回って取る、これができたら300万、面白いですか、何回でもできますけど、300万、お姉ちゃんすげえ笑ってくれて、もう一回やろうか。お姉ちゃん、お名前は何ちゃん、そよかちゃん、かわいいお名前だね、いくよ、そよかちゃん、そよかちゃん、ご紹介を送りました、あきら、なんなのビブンド空気、俺すごかったからですか、肌寒いから何が悪いんですか、靴を脱いでも靴みたいな靴下だからですか。前に来ると面白いですよ、反対側はアンパンマンだからですか。みんなはこんな大人になっちゃダメだからね、3個投げて自分がまつわる、ワン、ツー、スリー。本当に皆さん今日は何回も何回も申し訳なかった、本当にありがとうございました。それでは日のパフォーマンス、よかった、本当に今年天候に恵まれなくて、6月7月毎週末雨で、夏休みを楽しみに過ごそうと思ったらピカチュウ大発生で大道芸が禁止で、ピカチュウのイベントが終わった次の日から台風だったんです。本当9月10月も予約の半分雨で、本当にありがとうございました。11月本当に頑張りたかった。で、これが僕の最後の技で、前の人にはおおという声が嬉しいとお伝えしてたんですが、すみません、この火の技だけはちょっと皆さんで盛り上がって終わりたいんです。ちょっと肌寒い、肌寒い中、ちょっと拍手、手が痛いかもしれませんが、最後だけ拍手をいただくと嬉しいです。で、立っている方は若干まだこういう方がいるんですが、この組んでる腕を拍手の準備でよろしく。すみません、手すりに多少当たるこの腕もですね、最後だけ応援よろしく。ラブラブな2人もちょっと寄り添っている2人も離れていただいて、もうジェラシー、ジェラシー、ジェラシー、アンドゥそよかちゃん、ごめんね、そよかちゃん、個人情報だったのにごめんね。じゃあ最後いきます。おしまさん、しょうかさん、どうもありがとうございました。うわー、部品通りです、ありがとうございます。そういう最後、空手チョップ、空手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 、チョップ、そよかちゃん、そよかちゃん、あ、ちょっと待った、あ、ちょっと、こういうのが面白いですか、ほんまかちょっと、空手、チョップ。 Thank you.
バランスゲーなんですが、お子様方、実はこれ足踏みをしてバランスを取る技なんですけど、最後に背中に投げる瞬間だけ足踏みをやめるんですけど、その時に失敗することがあります。で、お子様方は危ないので絶対に前に来ないでください。よろしくお願いします。あと、お姉さんとお姉さん、腰痛めてないですか？あとで僕お声掛けするので、僕ちょっと起こしてほしいんですけど、あとでお願いいたします。それでは最後、バランスゲームですが、ここで一つ大事なお話をさせてください。皆様もう分かってらっしゃると思うんですが、僕大道芸人なんです。危ない技をやった後に帽子を持ってます。海外では仕事として成り立っている大道芸、日本に習慣がないので恐縮なんですが、皆様の心意気に刺さる僕たち大道芸人は頑張ることができます。後ろの方々、終わった瞬間にすぐに帰る人がいると全体の雰囲気があるので、ぜひ大人な行動をよろしくお願いします。で、前の方はお子様が多いので本当は何でもいいとは言いたいんですが、みんなからのご協力が僕の頑張ってきた証で、一生懸命頑張った結果が5円10円は非常に悲しい。よろしくお願いいたします。で、商品券、ビール券、クオカードは新潟の糸魚川の母が喜びます。田舎にやっとコンビニができまして、両親がクオカードをすごく喜ぶのでご協力いただくと嬉しいです。ただ最後頑張っていくので応援、若い人たち帰る方がいるんですけど、僕彼女に一言言いたいです。彼女終わった瞬間にこっそりと帰ろうとするような彼氏がいたら、よーく考えましょう。何かあったらすぐ逃げるタイプだと思います。皆さん笑ってくれないと冗談だろうね。ただただ感じのあるような、ただ本当に皆さん、こちら危ない技頑張ってきますのでよろしくお願いいたします。それでは残り3分、体を張っていきます。大道芸、本当に一人はできませんでした。今日は応援ありがとうございました。